はい、新作映画紹介、はい、シネマギークでございます。毎週末新作映画をねできるだけ紹介しておりますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。シネマサンシャイン北島でですね、公開初日見てきましたウェディングハイでございます。ウェディングハイ、はい、結婚式場での結婚、新郎新婦の結婚に対するドタバタ群像劇という映画でございます。もうそれ以上説明のしようがないという幸せの、まあ、真っただ中というかね、うん、これからどんどん幸せになっていくっていう、うん、まあ、ハイテンションな状態で新郎新婦さん、はい、よく退治あの結婚式の司会もはい、そうですね、はい、あの、うん、されてるというかしたことももちろん たくさんある中で、はい、司会のね、肩の苦労っていうのももう若干ちょっと描かれるわけです。なるほど私もその手の仕事ももちろんね、このウェディングはなかなか男性司会ないんで、うん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 、あれなんですけども、まあ、あの二次会の司会とか何度も頼まれて、はい、した立場からするとですね、はい、世の中段取り通りいかないことが当たり前っていうのが結婚式でございまして、そうですね、本当そうですね、 そこをね面白おかしく描いた作品でございます、はい、あの監督はね、大久保明子さんという女性監督でございまして、はい、私が去年、あ、一昨年か、結構ハマりましたのんちゃん、はい、元能年玲奈ちゃんですけど、うん、のんちゃん主演の私を食い止めての監督でもございまして、はい、なんといってもですね、私が大好きな女優の一人、女優大好きランキング1位ガッキーの初主演映画監督でもございます。なるほど、はい、2007年にガッキー初主演映画恋する間取りという映画がありまして、はい、それの監督さんでもございまして、おもうガッキー初主演映画を撮った人っていうだけで期待値アップっていういうところでございます。推しを可愛く、そう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 、めっちゃ可愛かった楽器今も可愛いけど楽器、はい、は出てないんです、ね、楽器出てないです今回はね、はい、はい、で脚本がねバカリズムさんでございまして、はい、昨年だとね地獄の花園、あー面白かったですね、長野めいちゃんが出演してましたけどね、はい、あれ面白かったですけど、はい、今回ね、あの地獄の花園はね結構毒々しかったんですけども、はい、今回ね毒ほぼないです。あ、なるほど。ほぼないです。はい、で、主演が篠原涼子さん。うん、で、中村智也君。はい。で、私が、コンフィデンスマン JP プリンセス編でもう大好きな女優の一人になった、関水渚ちゃんが出ておりまして、はい、その他で、結構ごつんですよ。ガンちゃん、岩田明典君とか、うんうんうん、中尾明義君とか、出てますし、はい、六角精児さん。あ、片桐はいりさん、癖のあるところ、はい、高橋克実さん、とうとう出ております、はい、ですので、脇固めるんすごいなと思っとったら、うん、理由があります。これね、映画のね出てくるキャラクター一人一人掘り下げとるんですよ。へ、掘り下げてるから演技力ある人じゃないと掘り下げきれないんです。なるほど。だからものすごく豪華な人たちなんですけど、うん、豪華な人たちが出てるからやっぱむちゃくちゃ面白くなってるっていうところでございます。で、先ほど言ったウェディング、まあ、結婚式ね、結婚式っていうところも含めてどんな映画かっていうところの見どころポイント3つなんですけども、はいはい、1つ目、先ほども言いましたこの濃いキャラクターをまとめたバカリズムによる見事なザッピングシナリオザッピングシナリオ、ザッピングシナリオです。スピーチ命の上司っていうのは、なぜスピーチ命なのかってなったら、彼自身の会社の中における立ち位置っていうものが失墜してるから、それを回復したい。なるほど。っていう思いもあって、ああ。ここでいいとこ見せたいですね。そう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 。で、うん、花嫁の上司役の人は、それはそれで、はい、今まで自分は周りの人に面白いと思われて生きてきてると。うん、結婚式でもその面白いを出したい。あ、もうなんかせめぎ合いと言いますか、そう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 、そうリーダー主役じゃないんだよ、そうそうそうその通りです。いやね、ほんとね、で、あの両家のお父さんっていうのはそれぞれに余興をしたがるんです、はい、ああ、もう実感をして仕方ないパターンですね。そう、花婿の父はもう大好きなマジックを披露した、あ、花嫁のお父さんは実家が鮮魚店なんでマグロの解体ショーをやりたいと、すごっおじさんは縄抜けができるからやりたい、いや謎ですね、それっていうこので結婚式当日に縄まで持ってくるって
いや出番ないぞって言うとる縄まで持ってくるっていう。いつでもできるように。そうで結婚式と聞けば何かワクワクする人たち周りにいて、はい、あの初めて会う友達の行きつけのバーのマスター、うん、初めて会うんだけどもなぜか結婚式に呼ばれたがってるのが分かって仕方なく呼ぶようになる。アメリカンバーのマスターとかです。そう、そういう濃いキャラクターを生かしきっとんです、すごいなと。いやまあね、こういう結婚式の舞台って本当いろんなドラマが一日のうちにね、うん、いっぱい起こるとは確かに思いますけど、うん、いやーこれねすごいてんこ盛り、すごいてんこ盛りです。これだけ曲だけでもてんこ盛り。そうです。でポイント2つ目、はい、あの結婚式のねリアルな現実をねあの冒頭に凝縮してくれます、うん、リアルな現実か。結婚式のね準備で喧嘩するカップル7割とかね、ああそうですね、あと男性結婚式に対して乗り気でない男性が絶対そうなんです。そうまあいわゆるこのシートの色というかね、はい、あと布、あのナプキンの色とか、はい、ね、テーブルクロスの色とかっていうのを女性がワクワクしながら決めるのに対して、結婚前やけんな喧嘩するもありやしって思ってなんとなく答えたら怒るけん真剣に答えるふりをするみたいな。大体女性はね、あのなんとなくこっちがいいかなと思いながら、え、ねえねえどっちがいいって聞くんですよね。そう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 。でもどっちでもいいって思ってるんですよ男性は。でも一応答えるこっちって言ったら、こっちかって文句言うなら聞くなって言うのでもあるそう、もうあ、そういうテイストもあるし、どれがいいって言ったらこの色って言ったらなんで理由って聞くっていう。理由なんてないですよね。そう、あのないんです。ないんですよね。ただあの結婚式の準備って大変で、あの決めないといけないことがたくさんある、うん、例えば友達をどこまで呼ぶのかとか、あと大学のサークル時代に元彼がおったり元彼がおったりしたらサークルのメンバーどこまで呼ぶかみたいな、そうですよね、っていう部分を描いてます、うん、リアルだな、名前なっていう、そういうあの部分っていうのが冒頭にこうずっと流れてくるので、はい、あったあったあったよねそういうのねみたいなところもあるので、あの若い人、あの結婚式めんどくさいなと思ってる人も結婚式楽しみにしてる人も、はい、含めてその辺ね、いい意味でリアルを知ることができます。どう見るんでしょうね、結婚式嫌だなってなったりしないですかね。あのこれでポイント3つ目に行くんですけどね、はい、その話につながるんですけど、結婚式を挙げたい人も挙げる予定の人も興味ない人も楽しめます。でもなるほど。でこれは、あえて言います、はい、老害的発言ととてもらっていいんですけども、あのね、大きい式でなくてもいいの、うんうん、結婚式はした方がいい、うん、経験値から言いますいやでも私もね、やった身からして、うん、やった方がいいと思ってますよ、うんうん、あの別に大きいことしなくていいし、余興たっぷりせんでもいいし、うん、費用でね、うん、300万も400万もかけなくていいと思う。使わなくて、もうそういうの使わなくて、あの、まあ、式場関係者の人には申し訳ない、売り上げ上がらなくなった申し訳ないんだけども、苦しいですからね、あの結婚式はした方がいい、うん、あのね、親戚とかね、本当親しい友達の前でね、うん、あの結婚しますっていう宣言をするっていうことに意味があると私は個人的には思ってます、うんうん、そうですね。そこと、なかなかそういう思いを形にすることってないんですよね、うんうん、日本人特にそうなんだと思うんですけど、こういう日でも設けない限り誓えない、うん、そう誓えないでね、やっぱりね、写真は撮っとくべき。そうですね、結婚式写真大事。そう、結婚式談義になっちゃうんだけど、うん、写真は撮っとった方がいい、うん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 、もう間違いなく言える。そう、めちゃくちゃ喧嘩した後でも、うん、その写真見てちょっとやっぱりやり直そうとかね思えるんですよ。謝るきっかけになったりします。なりますよね、はい、そうそう、っていうのもあるんで、あの結婚式はした方がいいのと、結婚写真はぜひ撮った方がいいっていうのが、うん、これ個人的な見解でございますね、うん、でただ興味ない人ももちろんいいと思うし、うん、興味なくても楽しめる映画になったんで、うん、ぜひそれを見てほしいなと、うん、はい。で、見どころポイント番外編、はい、関水渚ちゃんますます可愛くなった。いや本当に番外編だったな。ウェディングドレスをね、あの、はい、本番でも着直しするんですよ、うん、お色直しするんだけども、うん、そこに至るまでに結婚ドレスどれがいいシーンで、渚ちゃんがねドレスをね3着4着見せてくるんです。ああ、なるほど、もうね、これはそうなんですね、お父さん嬉しいってしゃあないわっていう。嬉しくて切なくてですね、もうね、可愛いって可愛いってしゃあないなっていうね話でございますけどもね、はい、はい、番外編でございました。
で、話はもう先ほど言いました。結婚式当日のバタバタの物語なんですけども、はい、主演が篠原涼子なんですけども、うん、主演の篠原涼子が活躍するのは後半です。はい。前半は先ほど言いました。各登場人物を掘り下げていきます。うんうんうん、なるほどね。主演の中村くんの結婚に対する流れ、うんうん、渚ちゃんの結婚に流れ、お父さんの思い、うんうん、で上司のスピーチする人の思いとかどうです、はい、で元カレの話も出てきて、はい、それぞれのキャラクターを深く深く説明してくれます。前半の1時間はこれで終わります、うん、で後半になってそれが見事に結婚式当日につながってきます。いよいよ来ましたって感じになるわけですね。 そこでバタバタに追われる、うん、篠原涼子、先ほど言いました、はい、結婚式当日のスケジュールというのは押すものなんです。そうなんですよ、はい、大体ぶっちゃけて言います。結婚式の新郎新婦のへのおめでとうのメッセージっていうのはどの式場さんも7分から10分予定します、うん、大体多めに取っとかないとね、うん、本当ね、でそこで短くしてくれるとものすごくホッとするものなんです余興が伸びる、余興じゃない、あの寒暖が伸びるだけですからね、うん、そうそうそれはね。でもう新郎のスピーチは、うん、新郎の上司のスピーチは20分を超えます。最悪や一番最悪のやつやただ会場バカウケ、あそんな笑えるやつなんですねっていう状態になります。プランナーはちょっともうね笑ってられるような、笑ってるけど時間見て現実に戻るっていう。そうですよね、はい、いや司会の人も笑ってるけども進行見た瞬間間に戻る、うん、そうですよね、はい、むちゃくちゃわかる、はい、で新郎新婦の生い立ちムービー、はい、友達の、うん、後輩が映像クリエイター、夜テレビ局か映像制作会社に就職したのでお願いをしました。いやあります、そういうの出たことあります、ガチガチのやつ見たことある。で、もう丸投げしました。うんうんうん、君があの当時ねその劇中ではテレビ番組のディレクターまでなっとうから、はい、もう全部任せるとして任せました、はい、作ってきた映像作品は20分超えてます。まあショートムービーじゃないですか、もう本当ショートムービーっていう時点でプランナーさんはもう気が気でないです。いや気が気じゃないですよ、ね、予定より1時間押してます。その時点でまだ何もしてないじゃないですかっていう部分で押してる状態になってさあ篠原涼子はどうするかっていうところが一つのクライマックスね。そうですよね、どうすんだろう、余興をなんかこっちとこっちにするみたいな。あそれねある意味ねバカリズム脚本でありながらも、はい、ある種ねあそうかそういう解決もあるのかっていう一つの指針、これねぜひね見てほしい、見たい気になるなってる映画なんで、うん、まさかの奇跡っていう方向になっていきます。はい、でさっき言った元彼がどう絡んでくるのかっていうところも含めて上手に丸く収まります。うーん丸く収まるのが不思議ですね、はい、不思議です。ただプランナーさんっていうのはどんなに大変かっていうのを知るきっかけになるんですけども、うん、ただ最後にねあのウェディングプランナーとしてねやりがいをね、うん、あの篠原涼子がね独白するんで、はい、それ聞いた時になんとなくあプランナーの仕事って大変けどそういうところが魅力なのかみたいなところも含めるのと、うん、あと結婚式ってやった人でないと満足感度合いってわからないんだけども、うん、それをね中村智也くんがさらっと言ってくれてます。さらっとしてる人ですからね。そうそうそう過去一年ねでそういう部分も含めて見た時に、うん、結婚式は大なり小なりした方がいいよという持論を持ってる私としてはものすごく気持ちよく終わる映画です。うん、いやいいですね本当ね。いやいい、うん、もうめっちゃ本当準備大変、うん、大変だ。うちは全然大変でなかったけど。あそうなんですか。そう、うちは超楽天でした。あどっちがやったパターンだったんですか。私がほぼ決めました。やっぱりやりそうですもん、うん、絶対丸投げしなさそうですもん神さんのドレスの色から。え、そこまで決めたんですか。全部決めました。すごいな。自分で決めれんからって言うんで、どれがいいっていう意見、はいこの色みたいな。うわすごい。でスケジュールはとこう、はい、人数はっつったら何呼ぶっつったら私何人っていう意見、じゃあ俺も何人絞るなってピッピッピッって外れて。いやもう本当あのお仕事みたいに言ってスケジュール大事ですもんね。そうそうそう、お仕事も、ね、一番こだわったのが BGM です。私も BGM めちゃめちゃこだわりました、はい、あの9シート作りました作りましたよ、はい、オープニング何分で何秒でこの曲にクロスとか言っていやそれかける側大変じゃないですかなので書いた後出したら向こうがえっ、ー、って
なクロスですかとかなったんで、もう事前に全部編集しました。あ、偉い。それは偉い。大事ですね。はい。うん、オープニング、そうそう。オープニングは花嫁のパパのメインタイトルっていうところから始まって、そこから、プリティーウーマンの曲に変えた。あ、もうなるほど。映画音楽ね。そうそう。全部映画音楽に変えた。すごい。2分48秒からプリティーウーマンのメインにかけてくるみたいな。いや、すごい。バッチリやりました。これはもう本当ね、テラ先生の意向が、ふんだんにお意向が。当時は私、ガチで朝のワイドショーのディレクターとかミキサーしてましたから、はい、あの頃は。じゃあ、もっと仕事の延長線上。そうそう、仕事の延長線だったんで。だから、髪とかも全部丸投げしてきたんで、全部丸投げ受け止めたっていう。丸投げした方がいいだろうなって思ったんですよね。そうそうそう。ドレスの今で決まるぞるでしょうかなって。あんな、この色かな、この色かな、この色かな。はい、この色みたいな。あなたに似合うのはこの色みたいな。すごい。そうそう。っていうところ。だから、ね、男性がね、結婚式の準備の時にね、こう、いろいろ選ばないといけないことにね、苦労になるんですけど、うん、そこはね、ある意味ね、好きな人同士が結婚するんやから、はい、女性の意見を尊重しつつ、その彼女のことを一番好きなのはあなたなんだから、うん、あなたが彼女に似合う色を決めていたらいいんですよ。そうですよね。そう、相談されたら本当。そうそう。僕は君にはこれが似合うと思うよって言ったら、女の子はね、悪い気しないから。いや、もう本当その通りですよ。そうそう。ちゃんと見てくれたらそれでいいんですよ。そうそうそう。大体でもね、普段のね、彼女が選んでるね、服の色合いとかね、そうですね、アクセサリーの色合いとかチェックしとったらね、大体好む色の傾向見えますから。わかるもんですよね。はい。それ分かってたら、そんなに喧嘩することないっていうとは思うんだけども、うん、まあ仕事疲れとったら喧嘩もするわなと。ね、あります。ただ、結婚式のドタバタを含めた上で非常に楽しい映画になっておりますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、シネマサンシャイン北島で絶賛上映中でございます。ウェディングハイご紹介しました。よかったらチャンネル登録もお願いします。